はい、皆さんこんにちは、マジンコと渋川南波です。本日の講義は本手対本手の場合の考え方です。まあ、何のこっちゃと思いますが、まあ簡単に言いますと、こちらが本手でなおかつ相手も本手だった場合どういう考え方をするのかという話ですね。早速見ていきましょう。はい、まず自分の手がこちらですね。トップ目ですが親番で赤とドラがあります。これはもう孫動くなき本手、絶対降りたくない手なんで頑張っていきます。すると下茶が早速なお鳴きました。しかし自分の手は本手なのでもう無視していきます。白が重なりました。ちなみにこの時は白はポンしていきます。E ピン切るかスーソー切るかはまあどちらでもあるんですけど、僕は E ピン切りを推奨します。なぜかというと、スーソーと E ピンを比較した場合、スーソーの方がくっつきの優先度が強いからです。するとまあ進めていきます。まあ急走ポンが入りました、まあ、この時点ではこの人が本手か安手かは分かりません。ただ少なくとも自分は本手なので、ここの仕掛けはもう無視です。読みとかは関係ありません、無視します。そしてこれで形は広くなりました。するとここで事件が入ります。見てください、もう一度。何の勘シンドラ急走です。これで何ドラさんが確定して、この人は本手が確定しました。自分はトップ目で発生体打ちたくありません。自分の手もただドラの急走なので、こちらも赤ドラドラの本手になりました。これが本手対本手ですね。で手出しパーピン、まあわからない、張ってるかどうかは分かりません。そしてこうなりました。さあどうしますかと。まあサブローピンの筋はとても切りたくないところですね、自分としては。まあ安全牌は先ほど取ったパーピン、そしてまあポンしてる急走ぐらいですか。まあ急走はもちろん安全牌かどうかわからない。こういう時に一番いけないのは中途半端に逃げ回ってしまうことですね。自分の手が本手なので、ここで考えることはもうこの本手を生かして勝負して上がりきる、もしくは相手の本手にしっかり降りきる、この2つが大事です。まあ、中途半端に回し打つのも大事は大事なんですけど、それは難しいですし、何より上がり逃しの可能性が高くなり、なおかつ放流してしまう可能性もあるので、とてもバランスがいいとは言えません。こういう自分が本手の時はもうとにかく全部行く、もしくは相手が本手だから全部引くの、どちらかの意思を固めてください。で今回は安全牌も少ないですし、全部行くことを選択します。でこれちなみにローピンと3ピンどちらが切る方がいいか、これはですね、まあもうローピンと決まってるんですね。まあ、なぜかと言いますと、これ3ピン切った場合456678が残る、ローピン切った場合345678が残る。何が違うのかと言いますと、これパーピン通ってるじゃないですか、こちらの方に。となるとこうしておくと、後々相手がもう一回手出し入った後に僕が2ピンを引いてきてもパーピン切ることができるんですね。2ピンが切りづらくなってもこれ2345でパーチ切ることができる。ただ3ピン切ってしまうと2ピン引いてもつもぎらなきゃいけないとなるので、これはもう345678と横に伸ばしていた方がいいです。こういうのはちょっと細かいことですけど、大事なことなんで覚えておいてください。でこのローピン勝負しますが泣かれない。すると赤ウソ切り、これは強烈です。テンパイしている可能性の方が高い、テンパイしている可能性は結構高い、ただし待ちはわからない。するとパーソー引きテンパイです。これでどうしますかと。はい、皆さんお考えくださいとなった時に、まあ、これで一番ダメな選択肢はリャンゾーもスーソーも切りたくないと言って降りちゃうことです。これは本手できてるんで。で2番目にダメな選択肢はリャンゾーを切ってリーチ、もしくはもうリャンゾー一旦通して闇点、これもダメです。そしてスーソーを切って闇点、これは少しあるんですけど、これもいまいち。一番いい選択肢はスーソー切ってリーチです。リーチ、じゃあなぜこのスーソーっていいスーソーにめちゃくちゃ危ないじゃないかと、まあ思いますよね、慣れてる人は。でリャンゾーは筋なんで一旦リャンゾーを切るのはダメなのかと言うんですが、これは僕から言わせてもらうと、この赤ウソ切りって何でもあるんです。言うたらもうドラ3あるんで赤にこだわる必要ないん で想像135から5を切りました、カンリャンゾーです。これありますよね。
で、相図235なんちゃらかんちゃらってあって赤嘘切っていい数素になりました。これもありますよね。つまりどっちもですよ、リャンゾーも数素も危険度はそんなに変わらない。で、危険度は変わらないのにリャンゾギリチって出る可能性もあんまりない換算ゾーン待ち、しかも打点は下がっている白で、つまりリャンゾギリは赤嘘の筋だからリャンゾを切りたいという気持ちで切ってるだけなんですよ。ただしこの手は本手です。本手の場合はもう相手のことは考えずに目一杯ぶつかった方がいいですし、なんならリャンゾも危ないんですよ。これ筋なだけで135から5切りなんて普通にあることなので、なのでこのリャンゾギリはなんか筋だから切りたいという気持ちになるだけなので、スーさんも見た目危ないですけども、この手は勝負すると決めたんだからスーソ切ってリーチして、もうあとはめくり合いましょうという気持ちが大事です。でスーソ切り網点がちょっとあるかもしれないと言ったのは、まあ、めくり合いたいですけど自分一応トップ目なんで、まあ、白がポロリした時に上がれるし、終盤に超危ない牌引いた時に回れるという意味では、まあ、闇手にするのもギリギリなくはないんですが、やはりね、リャンゾーレトスキー捉えられないのは激痛ですし、ね、なかなか降りることもないので、これはまあ勝負していいと思います。ただこれはね、僕の勝手な思い込みなんですけど、これ結構リャンゾー切っちゃう人が多いイメージあるんで、ここでリャンゾー切るという人は筋だから安全という気持ちはなくして、まあもうどっちも危ないんだから、じゃあ自分の都合で行こうという気持ちになっていく、もらった方がいいと思います。ちなみにまあこれはあんまり関係ないですけど、まあ赤嘘切りはこの形からのくっつきからの赤嘘切ってウッパーワンでした。まあこのように赤嘘が出たからといって何が当たるかなんて分かんないんで、いろんなパターンがあるので、自分都合で基本的に本手の時は行きましょうというシンプルなお話でした。以上です。ありがとうございました。